フラワーちゃんのお弁当って小さな宝石箱みたいなの。うちのシェフにも見せたいな。君といるとね、体一つでどこまでも走っていけそうな気がするんだ。イベントをやってるんだって。精一杯楽しんだ後はねぎらいのティーパーティーもしなくちゃね。シャカールをお茶会に誘うときはね、カフェインは作業効率上がるよって言うと来てくれるんだ。私を走らせるって、君にも様々な覚悟が必要だったと思うけれど、それでも決意してくれたんだよね。お父様にお許しをいただいたからには誇れる成績を残さないと。胸を張って国へ帰れるようにね。この前グループさんがラーメンよく飽きないなって。いろんな味があるから飽きないよ。この勝負服にも大好きなクローバーモチーフをたくさんつけてもらったんだ。どこだ、川上ちゃんおすすめのプリファイ面白いんだよ。うちの国でもぜひ放送したいな。制服といい、この服といい、お膝が出ると一気に身軽になるね。なんだか新感覚。